はい、皆さんこんにちは。今回は第86回ということになります。それでは入っていきます。 They met in Jobs conference room where Gates found himself surrounded by 10 upper employees who were eager to watch their boss assail him。 They っていうのはスティーブ・ジョブズとビル・ゲイツですね。二人は、ジョブズの会議室に入った。でそこでジョブズは10人のアップルの従業員に取り囲まれたと。でこの従業員はビーガーというだがもう熱心に何したかったんですね。自分たちのボス、すなわちスティーブ・ジョブズがアッセイルというのは攻撃するというんですね。ヒムは当然ビル・ゲイツ、ビル・ゲイツを攻撃するのをもう見たくてしょうがなかった。これね、ビル・ゲイツ一人に相手はスティーブ・ジョブズと10人の従業員ということで、もう全然数がね、圧倒される、普通だと圧倒されるんでしょうけど、Jobs didn't disappoint his troops。 ジョブズは彼のトゥープスっていうのはもう当然テンプロイのことですね。軍隊というのは中学で自分の部下を失望させなかったということは、後に書いてあるので You are ripping us off! He shouted。 ねえ、お前俺をぼったくってんじゃないかっていうふうに、俺から取ったじゃないか、取ってじゃないかということで、怒ったんです、怒鳴ったんですよね。 I trusted you and now you're stealing from us。お前を信じてたのに、俺から盗みをやってるようなもんなんじゃないかって言ってるわけですよね。はい。まあ、その、Windows のあれクリックのやつとか、ああいうやつですよね。ポイント&クリックとかね。もともとあれ、スティーブ・ジョブズが、マウスをね、発明というか、発明じゃないんで取ってきたんですけどね。それ後で書いてますけど。Hetfield recalled that Gates just sat there coolly looking Steve in the eye before hurling back in his squeaky voice what became a classic zinger。 で、このヘッドフェルドっていうジョブズの部下の人が回想して言うには、ゲイツはそうやって怒鳴られてる時ですよ、クーリーだから、非常に冷静にそこに座ってたんです。ただで look in the eye だから、スティーブ・ジョブズの目をじっと見てたわけですね。で、before だ、その前っていうのは、逆に言うと、その後、hurl back っていうのは、これは投げ返すっていう意味ですけど、要するに、言われたから言い返したっていうことですよね。どんな言葉で言い返したかというと、スティーブ・ジョブズの声が、スクイーキーって書いてますけど、これ、スクイークっていうのは、ネズミがチューチューとかキーキー言う。あの人の声って結構甲高いですよね。そのキーキー言うような声で、何を言ったかというと、What became a classic zinger って書いてますけど、古典的って言うかで、スティーブ・ジョブズじゃなくて、ビル・ゲイツの象徴と言われるような、ゼンガーってのは、これ、うまい一言っていうんですかね。で、返したわけですね。Well, Steve, I think there's more than one way of looking at it. Steve, それの見方っていうのは、一つ以上の見方があると思うよと。盗んだって言うけどね。I think it's more like we both had this rich neighbor named Xerox and I broke into his house to steal a TV set and found out that he had already stolen it. 僕は思うには、二人とも、we both だからね、スティーブ・ジョブズもビル・ゲイツも両方とも、ゼロックスという名の、この、お金持ちの近所に、近所にそういう人がいたと。状況で。ゼロックスというこれ会社ですよね、コピーのね。これはもうずっと前の回にありましたけども、ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズがゼロックスの会社の研究室に行って、そこでいわゆるデモを見るわけですね。その時に初めてマウスみたいなのを見るわけですね。当時はクリックする場所が2つあったんですね。今はクリックは1箇所ですよね。真ん中にちょっと押すとこありますよね。当時のゼロックスが2つあったんですけども、それを見た途端にスティーブ・ジョブズがこれはいけると、これは PC で売れるぞっていうことがパッとひらめいたわけですよね。それ以上以外のこともありますけども、ビル・ゲイツも言ってるわけですよね。で当然クリックとかそういうのを全部ビル・ゲイツじゃなくてスティーブ・ジョブズが自分のコンピューターに採用してるわけですよね。だから一応パクってるわけです。で前にもありましたけど、スティーブ・ジョブズのその言い訳は天才は盗むって言ってましたね。ピカソとかそういう人たちはいいものを盗んでいい作品を作ってると、俺も同じなんだっていうことを言ってましたよね。過去の放送でやりましたけども、
で、I broke into his house。まあ、his house っていうのはこのゼロックスという名前の会社に、broke into とは本当は侵入するという感じですけどね。実際にマラカイで行ったわけですね。で、そのテレビを撮るためにそこに入っていったら、もうお前がそれを盗んでたのを発見したということで、要するにゼロックスの考えを先にパクって製品商品化したのはお前の方じゃないかと、ジョブ・スティーブと。なんだよ、俺がパクったってそんなこと言うんだと。お前の方がさっきパクってるじゃないかということで、まあ、実際それが正しいわけですよね。これ有名な話ですよね。これスティーブ・ジョブズという映画がありますけども、そのワンシーンでもこれが出てきますけどね、その映画でも、はい、なかなかこれは面白いシーンです。もうスティーブ・ジョブズの剣幕ってのはすごかったと思いますよ、この時は。はい。